吉田さん、お疲れ様です。まあ、広島ナンバーワン、インターネットビジネススクール即可塾ということなんですけども、どこを切り取ってナンバーワンかっていうのはね、未だにはっきりわかりません。まあ、ナンバーワンは、自分のその速可塾をアピールする量においてはナンバーワンじゃないかなと思いますよね。一番だ一番だって、ここまで言い続けた人間っていないでしょ。でもね、吉田さん、YouTube チャンネルで、 この地域のグルメチャンネルとかで検索するとね、やっぱりね、私なんかお呼びも少ないぐらいチャンネル登録がいたりとか、再生数を叩き出してる、そのグルメチャンネルってあるんですよ。なんかランチに限ってね、紹介する YouTube チャンネルとか、新しい飲食店ができたら紹介するとかね、新しいパン屋さんができたら紹介するとかね。いや、だからね、あれですよね、雑誌みたいな感じで見てるんでしょうね。もちろん、そういう、 ランチタイムの紹介動画ってのはバックエンドも何も来ないですからダイレクトレスポンスマーケティングも何もないですからねただ本当に地域を豊かにするだけのチャンネルでテレビ CM の代わりみたいになってるのかなとで広告しかない雑誌みたいな扱いなのかなと思うんですよで実際そのお店が流行っても YouTuber さんにねなんかキックバックがあるわけでもないと思いますしねだから世のため人のためみたいな まあそんなチャンネルがすごく増えてそういうのが人気なんだろうなと結局最終的には売り込みが来る私みたいなのねあのまあそんなにファンはできないのかなと思いますけどもまあでも本当にねあの何をするかが違うわけですから再生数が多い少ないとかチャンネル登録が多い少ないとかっていうのはその動機によって、えー、違ってくるのかなと思いますね。うん、もうやっぱりねあのビジネス系っていうかね稼ぎたい人募集とかね YouTube の再生回数上げたい人募集みたいなのはほんとこう少ないですよね娯楽として YouTube を見ている人の中に確かにお金を稼げたらいいなと思っている人はいるけれどもでで出会っった人人から教わろううて人はぐっと少ないでしょうね、うん、それでも今の会社でどうやったらね、えー、なんかこう手当をプラスアルファできるのかとかね資格を取って資格手当取ろうとかね残業して残業手当いただこうとか、まあ、そういったところの方がまあ簡単で現実味ありますよねやっぱりね そういういことを考えたら、本当にこう副業っていうのはね当然多くの人が選択するべきものであると思いますけども、うん、まあみんな副業をやりたくてやってるわけじゃないですからね収入が足りないから仕方なく副業みたいな感じですからね、うん、会社にいろんな制度があって給料プラスアルファになるんだったらそっちを選ぶはずですからやっぱ大変ですよ会社の仕事をやりながら副業も別ジャンルで何かね開拓していくってのは。 それ一定理解,理解しますねまあ、広島ナンバーワンはこれからも名乗り続けていこうかと思います。広島ナンバーワン、そカかじでございます。いってらっしゃい。